夏エビネは、ランカエビネ属の多年草にせ休憩は休憩になる。幅3から5枚が、多バ性し長さ10から30センチメートル、幅3から6センチメートルの強調楕円型で、先端は A 尖頭で、表面は縦じわが多い。下記は7から8月。高さ20から40センチメートルになる下系が、基部の溶液から直立し、 10から20個の泡紫色の花を創状につけ、下方から開花してゆく。スとは長さ1から2センチメートルの非神経。学辺は長さ15から20ミリメートルで、背学辺は強乱形。側学辺は斜乱形で、共に先端は尖り、反極する。側下弁は学辺よりやや短い線形で、先端は尖る。弁は心形で、 学編と同調で三進列し、中列編の縁はサザナミ状に縮れ、先端は突出する。日はない。中国南部、台湾、朝鮮、日本に分布する。日本では、本州、四国、九州に分布し、渓谷や沢の周辺などやや湿った、落葉樹林下に生育する。園芸店などで全国的に販売されるが、 暑さと湿度不足を嫌い、植物ウイルスの感染にも弱いので健全な状態で、長期栽培することは難しい。関東以南の平定地、市街地では生きていても高温障害のため落ちつぼみして干渉できない場合も多い。一般的には一時的、消費的な栽培しかできないため、エビネ類の中では、園芸的評価は低く、人口増殖しても採算が合わないことから、 野生採取個体が流通している。多種の春先夏先エビネと交配が可能だが、交雑個体は、年生が著しく低下し、後代の育種継続が難しくなるため、育種素材としてもほとんど利用されていない。絶滅危惧痛類2007年8月レッドリスト。ありがとうございます。